元グラビアアイドルでタレントとして活躍されている乙葉さん可愛らしくおっとりとした癒しキャラが人気ですよね藤井隆さんとご結婚され現在は家族で幸せに暮らしているようですが実はその人生は苦難と悲劇の連続でした今回はそんな乙葉さんの経歴や藤井さんとのなれ初めと合わせてご紹介していきますプロフィール 乙葉さんはお兄さんが1人おり、生後3ヶ月の時父親が東京で子育てをしたくないという理由で、父親の故郷である長野県松本市へ引っ越し、その後、4歳の時に池田町に移り、高校卒業までを過ごしました。大自然の中で育った乙葉さんは、引っ込み思案で、争い事が嫌いなのんびり屋に育ったようです。4歳でピアノを始め 小学生時代は水泳、書道、英会話など、やりたいといったことはすべてさせてくれたそうで、乙葉さんのプロフィールでは、今でも特技はピアノ演奏としています。そして、長野県大町高等学校卒業後、上京し、武蔵野女子大学の文学部国文学科に入学。元々は町役場の受付や 図書館の先生などの地方公務員になりたかったそうですですが入学から数ヶ月経って原宿で一人で買い物をしているところをスカウトされ今までと全く違う環境の芸能界に興味を持ち両親に相談父親は反対して電話を荒々しく切ってしまいましたがその後しばらくして母親から電話がかかってきて大学だけは ちゃんと卒業しなさいと理解してくれたそうでモデルとして芸能界入り2002年には歌手デビューも果たしグラビアアイドルやテレビタレントとして少しずつ活躍するようになりましたただ父親の反対を押し切る形で芸能界に入ったためそれ以来お父様とは疎遠になってしまったそうです仕事は多忙を極めましたが 約束通り大学は留年することなく無事卒業しました2003年から2006年までは「笑っていいとも」のレギュラーとして活躍し2005年には大改装「劇的ビフォーアフター」のレギュラーを務めるなど幅広く活躍されてきました父親との別れ順調に芸能活動をしていた2004年 長野県の実家から突然、父親が行方不明になり、捜索願いを出していると連絡が入りました。ですが、父親が帰ってくることはありませんでした。乙葉さんは当時、仕事は多忙を極めており、実家に帰ることができずにいました。父親のことで精神的に疲弊していた乙葉さんを、藤井さんはずっと励ましてくれていたそうです。 しかしその行方不明になってから数日後、富山の山中で遺体で発見されたと母親から一報が入ったのでした。また警察は事件性がないと判断し、捜索が打ち切りになりました。遺書などは残されておらず、行方不明になる直前まではソニー支店で働いていたそうですが、突然の退職。 不自然な点は多いのですが、自ら命を絶ってしまったのかどうか、本当の理由は今もわからないままだそうです。そのため、ネット上では何かの事件に巻き込まれたのでは、パワーハラスメントによる労災では、など様々な憶測が飛び交っていましたが、詳しいことはわかっていません。音葉さんは行方不明という事態の中、 仕事を理由に実家に帰れなかったことを非常に悔やんでいたそうです藤井隆との結婚となれ初めそんな音葉さんですが現在の夫である藤井さんとはーヒージョージアの CM で共演したことがきっかけで出会いましたしかしその頃はお互い人見知りで挨拶程度の関係だったそうですその後藤井さんが主演を務めたドラマ ランポ R の第1話にゲスト出演した乙葉さん。この共演がきっかけで、親しく話すようになっていったそうです。乙葉さんは仕事に対して真摯に向き合っている藤井さんの姿を見て、素敵だなと思っていたとか、そして同時に藤井さんも乙葉さんに惹かれたそうですが、決め手となったのは、二人で収録の休憩中、 セットの端で座ってて会話をしていたところ、スタッフのミスで乙葉さんの頭に照明器具が直撃してしまったのだとか周囲は青くなるほど騒然としていましたが乙葉さんはニコニコしながら大丈夫ですよと文句も言わずに逆にミスしたスタッフに気を使ったそうです藤井さんが見る限りでも大きな単個部ができており収録後 音羽さんに「大丈夫ですか?」と声をかけると「大丈夫ですよ。邪魔になるところに座っていた私が悪いですし」と笑顔で答えたそうそんな音羽さんを見て藤井さんは「こんなに人気なのに天狗にもならず素敵な人だな」と惚れたとかしかし2人とも奥手だったためなかなかそれ以上の関係にはならなかったそうです そんな時、笑っていい友の忘年会が開催され、関根勤さんが気を利かせ、藤井さんのもとに乙葉さんを連れて行き、二人で話したらと、キューピッドになってくれたそうです。その後、関根さんと木村祐一さんが仲を取り持ち、食事会が開かれ、連絡先を交換。晴れてお二人はお付き合いをスタートしたのです。また、 戦術した通り、同時期に乙葉さんのお父様が突然亡くなっており、悲しみの渦中にいた乙葉さんに、藤井さんは寄り添い続けていました。その頃から乙葉さんは藤井さんとの結婚を意識し始めたのだそうです。そしてある日乙葉さんは、私、藤井さんと結婚したいな、と何気なく呟いたそう。 すると藤井さんは真剣な顔で、今はお互い仕事が忙しくなっているから、もしかしたら今後気持ちが変わるかもしれない。だからもし一年経ってもお互いの気持ちが今と何も変わっていなかったら、僕からプロポーズさせてほしいです。と答えました。そして一年後、父親の一周期が終わった時に、私は一年前と、 気持ちは変わっていないです。藤井さんはと乙葉さんが聞くと藤井さんは僕は気持ちが変わってしまいました。と答えました。乙葉さんが戸惑い泣きそうになっていると藤井さんは僕は一年前よりももっと好きになってしまいました。とプロポーズしたのでした。そして2005年5月。 お二人は婚約を発表し、夫婦揃って記者会見を開きました。その後、都内のホテルで挙式と披露宴を行い、今田浩二さんが司会を務めています。また、2007年には第一子となる女の子を出産。娘さんはどんどん乙葉さんに似てきたそうで、藤井さんはとっても嬉しいと語っています。さらに藤井さんは、 乙葉さんのことが大好きだとたびたび公言していて、何か不満があったり、喧嘩をしても、乙葉さんの顔を見ると、顔が可愛くてもういいやと許してしまう、と明かしていました。本当にラブラブで仲の良い夫婦ですね。幸せな家庭生活の中、今度はマネージャーが。藤井さんとの幸せな結婚生活を送っていた乙葉さん。 父親の死から立ち直りつつあった2007年に、さらなる災難が襲います。なんと、ホトハさんのマネージャーが振り込め詐欺を起こし、逮捕されてしまったのです。そのマネージャーは山口組に関わりを持つ人物だったようで、組織の資金源として、オレオレ詐欺の実行犯として動いていたようです。その人物は逮捕される直前まで、 乙葉さんのマネージャーを務めていましたが、逮捕を機に解雇。この逮捕の影響で乙葉さんまで暴力団関係者とつながりがあるのではと噂が流れてしまいました。イメージダウンしてしまったと言われています。さらなる悲劇、親族による衝撃事件。さらに翌年の2008年、乙葉さんのいとこが、 暴行事件を起こしてしまいます。当時この事件は全国的に報道され、注目を集めていました。おとはさんのいとこは、自分の妻の母親の首を絞めて窒息死させ、その翌日に飛び降り自殺で、自らの命を絶ちました。このいとことおとはさんは、年が近かったことから、上京する前までは、一緒によく遊んでいた仲だったそうです。 度重なる不幸におとさんはかなりの精神的ショックを受けてしまいましたおとの現在の活動はそんなおとさんですが現在は元気に活動をされております夫の藤井さんと CM やバラエティ番組で共演したり芸能活動だけではなく子供服や着物のプロデュースも行っています2016年には人気ドラマ 逃げるは恥だが役に立つで」で夫婦役として共演し話題になりました子育ての傍らでの活動のため以前のように出演頻度は高くはありませんが女優としての活動を再開しドラマや映画にも出演していますいかがだったでしょうか現在元気に乙葉さんが活動できているのは家族の存在があったからでしょうね 2015年にはいい夫婦オブザイヤーを受賞しているお二人今は娘さんの登校後に藤井さんの作ったサラダとコーヒーで2人でゆっくりご飯を食べながらドラマを見たりた愛いもないおしゃべりをする時間が幸せなんだそうですまた今後夫婦共演で仲むつまじいお姿を拝見したいですね